皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今日はですね、なぜこれにシリーズで、ご紹介をさせていただきます。ダホのボードウォークですね。今年なんだかんだ言いながら着実に、履けてきまして、在庫もねもう残り少なくなってまいりましたという車両でございます。でこれに関しましてはですね、お客さんがもう非常にあの自転車にお詳しいというかですね、もう本当に素晴らしい方で、ですね、まあ、今から多分10年か15年ぐらい前だと思いますけど、あのほにゃほにゃ隊長と、その隊長というね、名前で一時代を築かれた、方で、まあ、クライマーとしてね、すごいレースシーンで活躍をされたりとか、スパイクタイヤをつけたマウンテンでこう走り回ったりとか、まあ、いろいろあの自動の自転車の可能性を広めるような、ことをなさった、方がなぜかですね、うちに来てくれるようになりまして、ね、きっかけはですね、なんか、まあ、レースの結果なのか、仕事の関係なのかちょっとわからないですけども、肘ですね、肘がちょっとね、あんま良くなくて、自転車は前傾姿勢ですよね。前傾姿勢で自転車に乗るのはもう非常に辛いということになったそうなんですよね。で、そこで素晴らしいのが、もうじゃあもう自転車に乗るの諦めるかではなくて、じゃあ肘に負担のかからない自転車に乗ればいいんじゃねえのと。いう話になってですね、まあ、中古でね、中古でというか、まあ、タルタルヨガのタイプ F ですね、あれを譲ってもらったということでですね、それがきっかけでちょっとうちの方に来ていただけることになりまして、まあ、メンテナンスだったりとかね、乗り方のご相談とか、まあ、いろいろこうさせていただいて、で、その方が素晴らしいのは、じゃあ、肘にね、負担がかからないような乗り方のできる自転車で、リカンベントっていうのあるんだったら、それでやれゃいいんじゃねえのというふうになりまして、もう、それこそね、インターネットを使ってね、リカンベントを、直で取り寄せて、で、でね、そこで素晴らしいのも、自分でいろいろやりますと。ショップさんの手を煩わせるのは失礼ですからってね、自分でやりますと。で、それで、もう、いわゆる、レーサーですよね、リカンベントの。もうね、地上最高高がもうこれぐらいになるような、完全に寝そべって乗るようなリカンベントに、こう、お乗りになるようになって、で、それで、まあ、長距離走るのはもちろんですけど、一回、ブルベもご一緒させていただいたんですよね。で、リカンベントなのにですね、僕、あの時確かブロンプトンで出てたんですけど、リカンベントにですね、上りで引き離されるというね、もう、すごいことに、まあ、さすが元クライマーだよな、というような、乗り方をなさって、大活躍をされていらっしゃる方からのご注文であったわけです。で、なんでね、じゃあまたこういう姿勢の自転車にね、まだ興味が湧いたんですかというお話をしましたら、やっぱちょっとこう、手軽に乗れるような車両がもうちょっと欲しくなりましたということでした。まあ、折りたたんでね、収納したりとかね、開いて持ち運ん、たたんで持って歩くとか、パパッと開いてね、ちょっと乗るとか、もっと手軽にね、自転車を楽しむような、ものが欲しいと。で、本ちゃんのリカンベントっていうのは走って素晴らしいんだけども、1日100キロ走ってあんな楽しい自転車っていうのはないんだけども、そういう自転車を楽しめるようなね、体制になるまでちょっと時間かかるということで、もっと手軽にね、日常生活的にガンガン乗れますよというような車両がね、欲しくなりましたということでした。で、そのね、ポジションですよね。ポジションがやっぱ腕に負担がかかるようなポジションになるんじゃないですかということだったんですけども、ボードウォークであればね、ハンドルの上下がしやすいと。で、今の状態で目いっぱい上に来てるんですけど、ここまで来ればね、腕にかかる負担も、軽減できそうだし、いわゆるプロムナードバーとね、言われてる、ハンドルはこう手前の方にビューンとこう来るようなやつですね。こういうようなやつにちょっと自前で変えてみて、で、それで乗ってみて、ポジションがね、出るんじゃないかなというふうに思ってるんですよ、ということでした。で、どんな風なね、自転車になれば自分にきちんと合うのかっていうのはちょっとよく、まあ、現時点ではよくわからないんですけども、まあ、なぜ自分でいろいろできる人なので、それをちょっといろいろ考えながら自分でね、コツコツ自分向きの一台にしていこうかなと思ってますと、なんかすごく楽しそうにお話をなさっていたのが、印象的でした。まあ、納車にあたってのね、リクエストとしては、もう陸戦カウルのカバンとかいっぱい持ってらっしゃるそうなので、エクステンダーとね、ここの、
ヘッドチューバーアダプターをつけまして、たくさん持ってらっしゃる力戦のカバンをいろいろつけられるように、しましょうということです。あとはね、もう乗りながら、少しずつ少しずつ多分変えていくことになると思いますというふうにおっしゃってました。まあ、なんせご自身でね、いろいろできる人でも、僕よりも詳しいんじゃないかなというぐらいの、力友をお持ちの方なのでね、どんな一台にしてくださるかがすごく楽しみです。で、ちょっとね、納車前にね、いろいろお話をさせていただくわけなんですけども、その時にちょっと面白いなと思ったのは、ロードとかね、リカンベントとかのギンギン走りまくりますよ的な自転車は、散々ご経験になってらっしゃるんですけども、折りたたみの自転車ですよね。折りたたみの自転車をパパッと畳んで何しましょうかにしましょうということに関しては、ちょっとまだ経験がよく考えたらないですね、ということでした。で、うちとしてはですね、なんか、ある意味ね、その、競技志向自転車の、頂をね、極めた、ある一つの頂を極めたような人が、今度は畳める自転車ですよね。畳める自転車を畳んでいかに活用するかという方向で、どのようにね、頭をひねっていただき、どのようにね、その人の人生に生かしてくれるかと。まあ、そっちの方の頂をね、どのように登っていただけるかっていうのが、なんか、非常に興味が、湧くわけですよね。で、そういう意味では、その入り口ですよね。一発目の車両としてこんなにふさわしいものもないんじゃないのというような話にね、お互いになったところでした。やっぱね、ご本人もおっしゃってましたけども、やっぱスチールフレームであるということと、このパイプがね、最近のアルミのフレームのやつよりも、なんか細くてシュッとしてて、なんかクラシックな雰囲気がね、出せて、で、もうね、その人もご本人がおっしゃるには、もうだん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 いい年になり始めましたから、落ち着いた感じで乗れるようなね、一台にしたいんですよ、というようなお話はなさってまして、なんかすごく素敵だなと思いました。おそらく私が思うに、ダイヤコンペとか、あの辺の部品、グランコンペとかね、あの辺の部品がちょこ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 ついていくことになるんではないかな、なんて思っちゃったりしておるところでございました。ね、どんな風に、なんか発展ね、乗り手も、車体も発展していくのか非常に楽しみな一台でございます。安全運転でお楽しみいただきたいと思います。改めましてありがとうございました。